ATS は1940年代後半にソビート連邦で開発された早期式の砲兵トラクターである。ATS の名称はロシア語で中型砲兵トラクターの意味である。また、後述する後継車種の ATS-59 との区別のため、本社の故障について ATS-712 あるいは ATS-712 などとも表現される。 ATS は1 9四十年代後期に開発された車両で十六トンの牽引力と三トンの積載能力を持っていた。これは同時期に開発された重砲兵トラクター ATT および軽砲兵トラクター ATL の中間に位置するもので ATS は百ミリメートル百五十二ミリメートルの榴弾砲や k s ミリメートル降射砲の 牽引に用いられた。ATS はカーゴトラックのような車体上部に早期式の走行装置を持っており、キャブ部分は ATT や ATL とは異なり角張った形状で前後に長く片側2カ所の昇降ドアを持ち、乗員7名が搭乗可能なものとなっている。ATS は1950年代後半まで生産され、多くのソ連に友好国に輸出された。 1959年以降は、後継車種として開発された AT、ATS-59 の生産に切り替えられた、ATS の派生車種として BM、BM-24T が知られている。BM-24T は、ATS の荷台に相当する部分に 240mm、多連装ロケット砲 BM-24 の12、連装発射機を搭載した車両である。 BM-24T はおそらくベースとなった ATS よりも長い期間、現役で使用されたとみられる。また、荷台部分に放水設備やはしごを備えた消防車型の APP-20 も開発されている。ありがとうございます。